お誕生日おめでとうございます。おみさんの作るご飯、美味しくてつい食べ過ぎちゃいます。おみが作る生春巻き、美味しかった。また作って。伏見さん、おめでとうございます。伏見さんのおかげで料理も上達した気がするっす。おみ、誕生日おめでとう。いつも美味しい夜食ありがとね。これからもカロリー高めでよろ。おみ、ハッピーバースデー。おみの作る我が国の料理も美味しいね。ガイも絶賛だよ。おめでとう、おみ。いつも食事がうまくてありがたい。辛さは自分で調整するから気にしないで。おみさんへのプレゼント、エプロンにしたら他の奴らと被るよな。おかんの誕生日、フリフリエプロンでもあげてみる？似合う未来しか見えないから怖い。おみさん、ハッピーバースデーです。おみさんの優しい笑顔とご飯とお菓子が大好きです。おみの誕生日、今年もおにぎりフルコース作るよ。おみ、喜んでくれるといいな。おみみ、誕生日おめでとう。たまには俺と大学生らしい遊びしよう。連絡待ってます。おみさんおめでとう。味見はできてないけど、教わった全部をこのプチケーキに込めたっす。おみが秋組の母ってうまいこと言ったもんだよな。これからも雨がかりってことでよろ。おみさん、誕生日おめでとうっす。また一緒に海までツーリング行きたいっす。おみくん、誕生日おめでとう。今日の写真にはもちろん黄色いシール貼るよね。伏見、おめでとう。役者として一皮むけてきたんじゃねえか。出会った頃よりずっといい。祝ってくれてありがとな。今年は役者としてさらに成長したい。監督、見守っててくれ。おみくんの誕生日、いつものお礼に卵焼きを作ってみたんだけど、食べてくれるかな。伏見、誕生日おめでとう。草試合の回数もっと増やしてくか。お前の弁当もうまいしな。おみ、誕生日おめでとう。おみの作るご飯もマシュマロのお菓子も好き。おみくん、おめでとう。この一年伝え続けた料理の感想ポエムをまとめて本にしてみたよ。おみ、誕生日おめでとう。僕でも作れるおつまみがあったら今度教えてほしいな。